皆さん、こんにちは。NPO 法人オーバー代表の伊藤と申します。皆さん、ゲートキーパーという言葉は聞いたことがありますでしょうかゲートキーパーというのは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげて見守る人のことを言います。ゲートキーパーというのは、特別な資格が必要なものではありません。地域の中で、誰もがゲートキーパーとして活動していくことが大切です。 今回のゲートキーパー研修ではそのためのお話をしていきます。内容は3つに分かれています。第1部では悩んでいる人にどう気づき対応するのかという話をしていきます。第2部では事例で具体的に考えていきます。最後にゲートキーパー自身のストレスにどう気づき対処していくのかについてお話をしていきます。動画は分かれていますのでそれぞれご覧ください。 第一部では悩んでいる人にどう気づき対応するのかという話をしていきます。人間誰しも悩みを抱えることがあります。人に悩みを言えない。どこに相談しに行っていいのかわからない。どのように道筋を立てて解決していっていいのかわからない。まあ、自分が悩んでいることを周囲に打ち明けられない。まあ、そのように SOS を出せないということがあります。ですから、周囲の人が悩んでいる人に気づいて、 声をかけて、話を聞いて、必要な支援につなげて見守っていくことが大切です。すなわち、誰もが地域でゲートキーパーとして活動して支え合っていくということが大切です。では、悩んでいる人にどう気づいていけばいいのでしょうか。大切なことは、その人の変化に気づいていくことです。人間はストレスがかかると、心や体や 行動に変化があります例えば、眠れなくなるとか、食欲がなくなったとかです。普段よりも口数が少なくなったとか、学校や職場に遅刻をしてくるようになったとか、周囲の人の様子がいつもと違うんじゃないか。ちょっとした行動の変化に気づいて声をかけていくということが大切です。また、生活の変化が悩みの要因になることがあります。 出産や結婚など、一見他人には幸せそうに見えるようなことでも、本人にとっては悩みになることがあります。喜ばしいことであっても、生活が変化していくということは、それに適応していかなければならないということですから、喜ばしいことであれ、喜ばしくないことであれ、様々な変化があれば、ストレスを感じ得るということです。悩んでいる人にどう関わるのか、 という話をしていきます。悩んでいる人に気づいたら、積極的に声をかけていくことが大切です。例えば、眠そうにしている人がいる。そういった時に、最近眠そうにしているけれども、眠れていますか元気はなさそうにしている人を見かけたら、最近元気なさそうだけれども、どうかしたのそんな風に声をかけていくのがいいでしょう。声をかけるというのは、あなたのことを気にかけてますよ。 あなたのことを心配に思ってますよ。そういった態度を伝えていくということでもあります。その上で話せる環境を作って話を聞いていく、傾聴していくということが大切です。まず心配していることを伝えて、真剣な態度で相手の感情を否定せずに話を聞いていく必要があります。話を聞いたら、話してくれてありがとうね。今まで大変だったね。 よく頑張ってきたね。そういったねぎらいの気持ちを伝えていくことも大切です。また、必要に応じて、専門家や相談機関に相談を促していくことが必要なときもあります。例えば、借金の問題を抱えていれば、法律家に相談していくのがいいでしょうし、体調にいろんな問題を抱えているようでしたら、医療機関に相談を促すのも大切です。その際、 相談者の方に対して、丁寧に具体的な情報を提供をするのがいいと思います。例えば、ご本人が自分で相談ができる、予約ができるという場合だったらいいのですが、なかなか自分から予約することができない、電話をすることができないということであれば、相手の了承を得た上で、相談先に連絡を取って、相談の場所や日時等の調整をして、相談者に伝えることが必要なこともあります。 相談に行った後も引き続き見守っていくことが大切です。実際に相談に行ってみてどうだったそういった声かけをして、私もいつでも相談に乗るからね。そんな風にその後も見守っていくということが重要です。深刻な悩みを打ち明けられた相談を受けるときのポイントをやっていいこと、いけないことでまとめています。まず、 やっていいこととして、打ち明けてくれた人に対して、自分だから打ち明けてくれたんだ、という自覚をしていくということです。深刻な悩みというのは、誰でも話しているということではなく、誰かを選んで相談をしています。ですから、自分だから打ち明けてくれたんだ。そういうふうに自覚をして、迎え入れていく。話をしてくれてありがとうね。そんなふうに態度を示していただければと思います。 また、死にたいとか、深刻な悩みをお話しされる方もいらっしゃると思います。死にたいというのは、それを他人に打ち明けるのは、死にたいほどに辛い状況であるということです。100%死にたいというわけではありません。そういった場合でも、話題をそらさずに、死にたいぐらい辛いんだね。それぐらい深刻な問題抱えてるんだね。そう受け止めつつ、聞き役に徹底的に回っていきながら、 辛いという気持ちをお話しするんであれば辛かったんだね。苦しいと言ってるんであれば苦しかったんだね。そんな風に相手が話した気持ちを言葉として繰り返しながら共感を示していくということが大切です。社会的な一般的な価値観を押し付けたり、叱りつけたり批判をしたり、質問を連発するのではなく、ご本人が辛い気持ちを抱えている。 こういった気持ちに対して共感を示しながら、まずは気持ちを聞いていくということが一番重要なことです。